フォルテ。おはようございますちょ、フォルテです。シャキーン。本日はラフマリノスプレリュード23-5の近況報告ってことなんですけども、ラフマリノスっていうのは約2メートルあり超大きな作曲家でした。まあ作曲家兼ピアニストだったんですけども、で手もすごい大きくて、まあ僕よりもはるかに大きくて、でやっぱね、その方が作った曲っていうのはね、どうしてもまあ難しい曲もあります。で23-5っていう曲は結構まあ難しくて、今絶賛苦戦中です。しかしまあ少しずつはね、いい方向には行ってるんですけど、まあ9月の末にね CD のレコーディング、この曲を収めようと思ってるんですけど、まあね、なかなかまあ苦戦はしてるんですけど、いい雰囲気はつかめてきたので、まあ練習報告と、そしてまあさらにね改善をするトレーニングをしていきたいなと思いまっちょ。よし、早速弾いてみよう。
ちょっと機材トラブルがありましたが、ミニはこんな感じです。まあ、この曲は、ちょっとね、まあ、教わってる方、先生がいらっしゃるんですけど、まあもうミスタッチするのはしょうがないんだよって言われて、はいと言ったんですけど、で、一番やっちゃダメなことを教わったんですね、その先生には。で、その先生はもう偉大なピアニストなんですけど、その方からは、ミスを気にした CD ほどつまらんものはないって言われたので、もうそんな気にせずに、ガンガン攻めろって言われたんですよ。で、まあこんな感じの今演奏です。まあより精度を上げていこうとは思ってるんですけども、やっぱどうしても手が、まあ僕は大きい方なんですよね。頑張ればファー届かんけど、ミーまでは普通に届くっていう感じなんですよ。でも、もっともっと大きかったんです、手が。ラフマリノフ君はめちゃくちゃ手が大きくて、それで体も大きくて、まあもう、ペン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 って弾けたんだと思うんですけども、まあ僕は結構今こんな感じです。で、まあ改善点っていうのでは、まあやっぱり、このいかに中間部を美しく歌うか。で、まあここの練習は、今やってるのは、左手だけの練習。そうやってね、粘っこく指をね、吸い付くように弾こうとするとね、やっぱミスタッチが気になってしまいます。難しいところはやっぱ最後の方とか、ここの難しいところの練習も、止めて何回もやる。こういう音を出すときに固めずに、ストーンって感じ。そしたら音が飛ぶからね。まあやってみよう。みたいな感じでやります。みたいな感じで今の近況報告をさせていただきました。まあこの他にもラフマニノフの鐘っていうのもね、この2曲はラフマニノフね、CD に収めていけるように頑張っております。まあそれ以外のね、熱情とか、まあショパンのちょっと曲とかは、まあ今がっつりまだ練習中ですので、今ね絶賛練習中です。はい、フォルテ君今オンシーズンかっていうぐらい練習してますので、はい、楽しみにしてもらえたらなと思いますよ。まあ、というわけでね、皆さんも気になってただろうと思うから、ぜひ、このね、練習経過っていうのはね、そのね、まあ、僕がね、この動画を出す理由としては、なんか出すごとにね、多分上手になってるんですよ。
それを自分が改めて、まあ1年後とかで見直した時にちょっとね、あ上手になってるなってにんまりするための動画でもあるし、皆さんがあ上手になってるなってにんまりするための動画でもあります。というわけで、ここまで見てくれてありがとうございます。隠れてにんまりしてください。というわけでバイバイ。見てくれてありがとね。よければグッドも押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。